マリー・ルイズは日本の美容家。フランスの近代美容術を日本に取り入れ、婚礼美容の名門への道を開いた。近代美容の母とも呼ばれる。宮中の美容とファッションの顧問を務めたことでも知られる。美容師として初のランジュ報奨受賞者でもある。マリー・ルイズ美容専門学校の前身である、パリイン美容講習所の設立により、更新の育成。 女性の社会的自立の援助にも努めた。マリー・ルイズの名はカトリック教徒としての洗礼名であり、本名は愛原美音、東京府高島地区出身、アイルランド出身のイギリス公使館付部官の父、横須賀の昭和生まれの母の間に誕生した。幼少時は両親と共に公使館主催による夜会によく連れ立って出かける華やかな時代であった。1885年、 父が若くして死去して、その状態は一変した。母は、ささやかな仕事で家族を養うものの、貯金もつき、次第に衰えた。ミネは女学校に通っていたが、学費不足から中退を強いられた。1891年、フランスのパリ在住のおばが、当時16歳のミネを養女にと申し出た。おばには、子がおらず、自身も老いたので、身寄りが欲しかったのである。 当時の愛原家は母、ミネ、妹の三人であったが、妹は病弱のため、母の元を離れるわけにはいかなかった。母は、当初、貧乏でも母子が一緒の方が、幸福として反対したものの、結局は、娘の将来を考慮し、疑前に託した。翌1892年、ミネは、中日イギリス特命全権行使ヒュー・フレーザーの妻メアリーと共に、フランスへ渡った。 ミネはパリでカトリックの洗礼を受け、聖王ルイ九世と聖母マリアにちなんでマリー・ルイズの洗礼名を授けられた。1894年、兄が死去との知らせが届いた。マリー・ルイズはそれを機に母と病弱な妹を思い、手に職をつけることを考えた。さらに、パリの街を飾る女性たちのファッションを目にするうちに、美容を身をつけることを思いついた。 女性の美に関する仕事なら、自分にとって身近なものであり、かといって洋服関係は、当時の日本には時期早々であり、美容ならば、女性の生理に密着し、誰もが必要とする大切なものとの考えであった。32歳の頃、パリの美容学校に通い始め、当時のパリの美容の流行であった、マルセルウェーブ、カツラ、つけ毛などを学んだ。化粧品学や、 製造法の習得にも尽力し、養母に内緒でアパートを借り、そこでモデルたちを無料の練習台として腕を磨いた。学校では講師を務め、技術者として腕を上げていった。マリー・ルイズが30歳代の頃より、日本の母から帰国を促す頼りが頻繁に届くようになった。当時の日本は日露戦争を経験し、国民は誰もが疲弊した状態であり、 その上に母は当時としては、初老といえる年齢、さらに次女が病心という不安さからであった。マリー・ルイズ自身、天長説には、あずき飯と豆腐汁を作るほど、恐竜に思いを馳せていた。ついに要望を説得し、大正改元前の1911年、中フランス大使の栗野新一郎に伴われて、19年ぶりに日本へ帰国した。日本では、 日露戦争後の1909年頃、皇族が国際的な宴会に出席する機会が増えており、創始場、場に、和装は不似合いであり、洋装の顧問を必要とした。人選の末に、同1911年、マリー・ルイズが宮廷副装顧問に内定した。マリー・ルイズは日本では、赤坂と町に家を借り、母と妹を呼び寄せた。 クリノ新一郎の娘の養育係を務めることで、当面の生活は保障された。さらに、クリノの妻の仲介により、三宅の美容も担当した。この順調な歩みは、クリノの妻が、宮廷の女性たちに、西洋風の髪を取り入れる、必要性を感じたためとの見方もある。その一方では、従来後半より20年近くを、フランスで過ごしたため、日本食、座敷での振る舞い、 便所が推薦でないなど、細かな日常生活には、人知れず苦労を強いられた。クリノの妻の英子は、日本に不慣れなマリー・ルイズの日常生活を、実施同然に気を配り、面倒を見た。ルイズ曲げ1913年、日本初の西洋美容院、パリーンを有楽町に開業した。フランスから、最新の器具や材料を輸入し、家族や上流婦人たちに支持された。 当時の日本女性は長い髪を毎日湯上げることが面倒で日本髪でも即発でも髪型を長時間維持することに苦労していた。そこでマリー・ルイズは自身の名を付けたヘアピースルイズ曲げを考案した。これはパリのかつらに独自の工夫を取り入れたもので自由に形を変えられ就寝時は取り外すことができた。大正中期から昭和初期にかけて 大流行し、1日に150個売れる時もあった。当時の日本では、女性が夫を病気や戦争などで失い、生活手段を断たれる女性が非常に多かった。そこで、マリー・ルイズは更新の育成と女性の自活の道を求め、パリーンの改良と同時期の1913年、店にパリイン美容講習所を併設し、近代美容術を女性たちに教え、 女性の社会的な自立を目指した。1916年、東京婦人美容協会発足時。右端が、マリー・ルイズ、右から3番目は、山野知恵子、5番目は、千葉・マシ子、6番目は、小口・美智子。パリ院の近隣に、宮内庁御用達の写真館があったことから、パリ院は洋発のみならず、婚礼美容の業務も行った。1916年、後の義娘にして、 後継者となる千葉マシコが入門し、頭角を表した。千葉が婚礼美容を担当して、名門への道を開拓、確立していった。後続をはじめ、その後も栗の栄子の手引きにより、上流家庭での仕事も増えた。竹人新王被以降は特に、マリー・ルイズを非常に可愛がり、母さんに同伴させることもあった。マリー・ルイズにとっても、上流家庭での仕事を務めることは、 常文で良い日本語を学ぶことのできる幸運な機会であった。それがきっかけで小歌、歌道、芝居など日本文化にも多く接するようになった。1923年9月、関東大震災によりパリンが消失した。マリー・ルイズはわずかな美容用具を荷車に乗せて公園に避難したところ、そこに女性たちが群がったことから美容の再生に手応えを感じた。 その再生の足がかりとしてまず、火災を免れた自宅のある麻布霞町に、マリー・ルーイズ化粧院とマリー・ルーイズ美容講習所を設置した。後に手に職をつけたいとの女性が急増し、それ答えて講習所を5カ所に増やした。翌1924年1月、皇太子、広人親王と両子女王の婚儀が行われ、マリー・ルーイズが両子女王の支度を受け負った。 他の皇族の結婚の支度も手がけた。日本の大正期の婦人雑誌では皇族の女性たちが花形として扱われていたため、これによりマリー・ルイズは流行の発信地となったと言っても過言ではなかった。震災からの復興後は都会では洋装化の兆しが見え始めた。マリー・ルイズのもとへは、婦人世界、主婦の友、婦人クラブなどの雑誌の記者が訪れて洋服の着方、 帽子の被り方などを取材し、記事にすることが多くなった。マリー・ルーイズ美容女学校新築落成時1930年、パリン美容講習所は、学校制度の改革に伴い、マリー・ルーイズ美容女学校となった。マリー・ルーイズはこれを機に、以前から夢に見ていた、美容所学校の統合校舎の建築と、本格的な化粧院の開設に向けて、土地の購入など、 具体的な取り組みを始めた。翌1931年、麻布材木町に、マリー・ルーイズ美容女学校、マリー・ルーイズ化粧院が完成。それまで分散していた女学校、化粧院、化粧品販売店舗などのすべてを統合した施設となった。周囲からは、学校の月謝をもっと高くすることを勧められても、マリー・ルーイズは、お互い苦しいのだから、 一人でも技術を身につけることができるよう助けるのが使命との主張を貫いた。同1931年、マリー・ルイズや山野知恵子らの生願の末に美容法的な職業として社会に認知させるための資格制度、美容実試験制度が警視庁管轄下の東京に導入された。1945年3月、美容学校は東京大空襲で消失した。 マリー・ルイズは軽井沢に疎開していて空襲を逃れたものの消失の知らせは彼女にとって人生最強の衝撃といえ知らせを聞いて失神した意識を取り戻した時には軽井沢で辛い思いをするよりいっそ東京で建物と一緒に死んでしまいたかったと涙に無線だその心の傷の深さは一緒にいた家族の誰もが マリー・ルイズは本当に死ぬ気ではないかと思うほどだった。しかし、キリスト教の信仰が支えとなり、人々の苦しみを背負ったイエス・キリスト同様に、どんな悲しみにも耐え抜く思いで再起を果たした。戦後間もない1946年、敗戦に沈む美容業者たちを盛り上げるため、東京都婦人美容組合の主催による大規模協議会。 ミスパーマネントコンクール決勝戦が浅草で開催された。初代会長の田中雅子の要請により、マリー・ルイズが審査委員長を務めた。1947年、震災で消失した美容学校が新宿にマリー・ルイズ美容学院として再校された。同1947年9月、初の美容術試験が行われ、マリー・ルイズは免許第1号を取得した。 同1947年、日本で初めての総合結婚式場である明治記念館が開館し、マリー・ルイズが美容部門を担当した。1951年にはマリー・ルーイズ美容学院の新校舎が完成し、卒業生と在校生、総勢数百人が行動に集った。1953年、パリ美容の最高団体、 サークルでアートへテクニックドラコアフュールドパリよりパリの美容を日本に普及させた功績に対しての表彰を受けた。この頃はすでに78歳の高齢であり美容学院の教室が2階にあったことから周囲はもう危ないから出ないようにととがめたが本人は教室で死ぬなら本望と教室に出続けた。この表彰状が届いた日も表彰状を眺めているうちに 学校の時間だからといって教室へ向かった。1955年には手の動作が不自由となり、美容の仕事の大半を千葉益子山子たちに任せた。私はもう何もできないおばあさんと謙遜しており、一年一年が主にもう生きるのはたくさんとも言っていたが、それでも午前と午後に3時間ずつ教室を受け持った。遅れをとっている生徒に対しては、 他の生徒たちが帰った後でも手を取って教えた。1956年、日本の美容界の発展への多大な功績により、ランジュ法賞を受賞した。美容界でのランジュ法賞受賞者は、マリー・ルイズが初であった。同年12月、この祝賀会が開催されたが、華やかな縁が重なったことで、マリー・ルイズの疲労の色は濃かった。親友であった、奥地道子は、 この祝賀会での感想を、後年、ふと悲しいお別れが近づいているような予感に襲われ、胸の痛い思いをどうすることもできなかったと綴っていた。同1956年12月7日より、床に伏した。それまでは厳格な性格より、多少の風でも休みを取ることなどなかったが、今回は状況が異なると考えられ、周遊の奇跡を受けた。12月20日より、 昏睡状態に陥り、23日にはさらに病状が悪化した。同1956年12月27日、81歳で死去した。最後の言葉は、私は美容に一生を捧げましたであった。奥地道子は美容雑誌に追悼の短歌十首を寄せた。母妃は東京の青山霊園にある、アイルランド人の父と日本人の母を持ち、 父からは一途で燃えるような魂を母からは出実合検査を受け継いでいた。物事を一旦心で決断するとそれを貫徹してゆく鋼のような性格の持ち主であった。マリー・ルイーズが兄の死後に残された家族を養うために職を学ぶことを望んだ際に彼女を養女としてパリに置いておきたいことから絶対にダメと猛う反対したが、 マリー・ルイズがこの性格のために一歩も譲らないことから、俺、自分で切り開いてゆく道であるならば、自分で探して見つけようと告げた。カトリックとしては経験な教徒であり、仕事の前にも早朝の教会でのミサを欠かすことは、なかった。また家庭を持った後は、感性を込めたフランス料理を食卓に並べ、家族たちから好評を得た。反面、家族での食事は、 家庭で取るものと固定観念にとらわれていたため、家族が友人から美味の店の噂を聞き、外食を提案しても聞き入れることはなかった。家族はほぼ全員が芝居好きであり、戦前までは毎月の芝居見物を欠かすことがなかった。歌舞伎座、新橋演舞場、明治座に持ち席があり、10日に1回は芝居見物に行き、築地の衝撃場にも足を運んだ。 特に十五代目、市村うざえもんが、マリー・ルイズの悲劇であった。芝居三昧の経験は、様式美や日本の色彩感覚に対する感性を養うのに一役買った。美容で名をなした一方で、経理や会計の知識は皆無であった。1922年には、知らぬ間に経理担当者に巨額横領されており、膨大な借金も築かれていたこともあった。このことは、 後年、立ち直る元気もないほどに打ちのめされた、どこをどう歩いたかのか覚えはないが、気づいたら、深夜、山手線上を走る長い貨物列車と機関車の赤い、明かりを、じっと見ていた瞬間があったことを思い出す。半生の苦労の成果は、跡形もなく消えたと実感した。1937年の家族写真。左端より、千葉マシコ、マシコの長男の竹彦、マリー・ルイズ。 マリー・ルイズ・アキコ。生涯独身であったが、1916年、日本美術雑貨店経営者の向井松三郎を養子にしていた。パリン開業時に婚礼美容を担当した千葉マシコは、この愛原松三郎と結婚し、マリー・ルイズの後継者となった。松三郎は再婚であり、松三郎と繊細の子が、美しい着物姿を作るなどの著者であるマリー・ルイズ・アキコ。 アキコの長女がマリー・ルイズの評伝を表した山吉美奈子、次女がマリー・ルイズ美容専門学校の理事長を務めるマリー・ルイズ・慶子コ、マシコの老いの妻は日本ヘアデザイン協会の副理事長を務めたマリー・ルイズ・千恵子マシコの孫が株式会社美容、マリー・ルイズ社長の愛原松彦である。マリー・ルイズ・アキコの証言によれば、養子の松三郎は、実はマリー・ルイズと、 恋人同士であった。マリー・ルイズの方が16歳も年上であったために、周囲に結婚を反対された経緯があった。山吉美奈子は、マリー・ルイズは母として、松三郎を一生愛する覚悟を決めて、彼を養子にしたものと見ている。ありがとうございます。